皆さん、こんにちは。7月7日に投開票された都知事選、参戦を果たし、圧勝したのは小池百合子氏だったわけですが、そんな都知事選をめぐり、TBS 系長寿番組、アッコにお任せ、での和田アキ子さんの発言が、物議を醸していました。今回は、小池百合子氏に対する番組の発言、そしてそこに対するその後の対応が問題となっている件について調査しましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ、先月23日放送のアッコにお任せでは、7月7日投開票の東京都知事選についての話題が取り上げられ、番組では冒頭から小池百合子都知事と立憲民主党を離党した蓮舫氏の公約、記者会見などを比較していました。司会の和田アキ子さんは、小池氏が給料が都道府県知事の中で一番安いって聞いたけどとコメント。また小池氏の公約に、言うのは簡単ですけど言っていただくと期待を持つところがあると発言。さらに識者が、小池氏が出馬会見をオンラインで40分、質問も5つしか受け付けなかったことに対して疑問を投げかけると、和田さんは、人と会うというのは重要なんですか、オンラインよりも、と尋ね、質問されたくないというのもあるでしょうし、警備上の問題もあるかもわからない、と意見しました。そして続けて、素人目で言うと、小池さんは8年間やってきたので、どっしりしている印象がある。蓮舫さんは頑張りが、すごいかな、という気が、と小池氏よりと感じさせる、コメントをしていました。MC をするのであれば、偏った表現は良くないですし、和田さん個人の考えかもしれませんが、番組に言わされていると感じさせられるような発言は、控えてほしかったですね。こうした和田さんの発言は、世間から反感を買うこととなっていたのですが、7月7日放送分では誤った情報を伝えたということで、問題となってしまっていたのです。番組では、宇内梨沙アナが、候補者の名前を間違えると、無効になってしまいます。正しく、立候補した名前で、書いてください。ひらがなで立候補している人は、ひらがなで、漢字で立候補している人は、漢字で書くようにしてください。と説明していました。しかしその後、候補者の名前をカタカナや、ひらがなで記入しても、候補者と特定できれば有効になると訂正して謝罪。これに対し、元 TBS キャスターで立憲民主党の杉尾秀哉参院議員は X で、私の古巣ではあるが、これは看過できない。アナウンサーがアドリブで言える内容ではないし、そもそも局のチェック体制はどうなっているのか、通り一遍の訂正謝罪ではなく、局としてきちんと説明してもらいたいと噛みついていました。またさらに、宇内アナが、投票所には投票所入場整理券を持って行ってください、これがあれば自身を証明する ID カード、マイナンバーカードなどは持っていかなくて大丈夫と説明し、続けて、ただこちらをなくしてしまった人はマイナンバーカードを持参してくださいと発言したことで、視聴者から間違いの指摘が相次ぎました。実際、東京都選挙管理委員会の公式 X アカウントでは、投票時に投票所入場券を忘れても選挙人名簿に登録されていれば投票できますと記されており、必ずしも持参する必要はないことから、視聴者からは、もうアッコには任せられないといったツッコミが殺到。東京都選挙管理委員会事務局の公式サイトには、入場券が届いていない場合や、なくしてしまった時でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください、と説明されています。入場整理券がない場合は、身分証明書などがあれば、本人確認がスムーズになるだけで、必ずしも必要とはされていません。また、運転免許証や、健康保険証でもいいのですが、番組ではあたかもマイナンバーカード必須のように報じたため、BPO 案件ではないか
という批判の声も殺到することとなりました。これについては番組中に訂正が行われていましたが、ミスリードばかりで見るに耐えないという声も続出することとなりました。このようなありえないミスが連発し、番組サイドはどのような対応を取るのかと注目されていましたが、その対応がまた批判を集めることとなったのです。ロマンザ都知事選の投票日7月7日の放送で、投票に関する誤情報を報道機関である放送局として堂々と放送してしまった。アッコにお任せは翌週の放送の冒頭で、宇内梨沙アナが一人で登場し、番組スタッフ一同深くお詫びいたします、二度と同じことが起こらないように制作体制を整えて放送に臨んでまいりますと頭を下げました。一体なぜ責任者ではなくアナウンサーが頭を下げるのか。この対応については系列局の社員が寄付金を着服した問題で、24時間テレビでも先月三浦あさみアナが涙ながらに謝罪していた時も同じような批判が上がっていましたが、番組にはプロデューサーもいれば総合演出もいるわけで、 TBS の誤情報放送は少なくともアナウンサーではなく彼らが対応すべき案件なのではないでしょうか。テレビ局が問題を起こした企業に取材する場合には責任者に説明を求めるくせに、自分たちが問題を起こした時は現場のアナウンサーに謝罪させるだけ、まさに棚にあげてな行動に視聴者は誰もが呆れていることでしょうね。いくらアナウンサーが局の顔であったとしても、普通の企業ならありえないことでしょう。今や同番組の世間からの評判は散々で、スマートフラッシュは全国の30代から60代の男女500人に聞いた、もう終わってもいいと思う長寿番組のランキングを8日に配信。対象は地上波で30年以上続いている主な長寿番組ですが、アッコにお任せは120票で2位の新婚さんいらっしゃい53票にダブルスコア以上の差をつけて不名誉な1位を獲得しています。ちなみにそれ以下は3位 NHK のど自慢、4位サンデーモーニング、5位に徹子の部屋とダウンタウンのガキの使いやあらへんでと続いていました。1985年10月から放送スタートし、今年秋放送開始40年目に入る長寿番組であるアッコにお任せですが、 TBS は日曜昼の時間を一体いつまで和田アキ子さんにお任せするのでしょうか。歯に衣着せぬ物言いが人気で、芸能界のご意見番の地位を不動のものとしていた和田アキ子さんも、今ではそんな和田さんの発言がネット上でたびたび炎上することもあり、以前に比べてかなりソフトで常識的な発言へと変化してきてはいますが、誤報道そして偏った意見と番組が続く意味については改めて問われるのではないでしょうか。これから一体どうなるのか、今後の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。